はいこんにちは、森田博史です、えー。私は仏教の講師をしております。浦島太郎という昔話があります。浦島太郎というのは、えー、漁師の名前です。魚を釣ることが仕事でした。である時、この浦島太郎が、えー、魚釣りの釣竿を背負って浜を歩いていると、子供もたちが寄ってたかって、えー、小さな亀をいじめていたんです。 優しい浦島太郎はこれこれそんな悪いことをしてはいけませんよと亀がかわいそうだろうとこう思って子供たちを止めるんですけど子供たちはなかなか言うことを聞きませんそこで、えー、困った浦島太郎はお金を出して子供たちからその亀を買ってそして、えー、その亀を海に戻してやったんですまあそれでその日は終わったんですけどある時 また浦島太郎が魚釣りに海へ出て出て行きますと、こないだの亀がひょこっと現れて、浦島さん、こないだはお世話になりました。どうか私の背中に乗ってくださいと。こないだのお礼がしたいんですと。こう言います。浦島太郎は、その亀の言う通りに背中に乗って海の中へ入っていくと。その海の行き着く先は竜宮城という、 海の底の城だったんですね。まあ、そこで、浦島は、えー、亀を助けてくれたということで、もうあのその龍宮城に龍宮城に住む乙姫という。うんまあ、王女から、まあ、大変なあの歓迎、感謝の気持ちを受け取ります。まあ、美味しいごちそうを用意されまあ、楽しい見世物を見せられて。 まあ気持ちよくその竜宮城で過ごしていたんですねふとある時浦島はいやーこんなことをしていても私にはえ地上に残しているえお母さんがいるといや何も言わずに出かけてきてしまったけどきっと心配しているだろう早く帰らなければとこういう思いになりました。そこで竜宮城の乙姫に大変 いい思いをさせてもらいましてありがとうございましたが私はどうしても帰らなければなりませんとこう言うと乙姫も悲しい顔をしながら「そうですか」と「ならば」ということでまたた亀に浦島太郎を送らせたんですその時浦島は玉手箱という小さな箱を、えー、乙姫から受け取りました。この箱は あなたが困った時までは絶対に開けてはなりませんよとこう言われながらその箱を渡されたんですね何のことかよくわからない浦島太郎でしたがその箱を持って地上に帰ってみるとどうも今までいた地上と様子が違うと自分の村に帰ったところが本当にここに私の村があっただろうかとえ私の家はこんなに古かっただろうかと あれ私の知っている人は誰もいないなという,もうまるで違う世界に戻ってしまったと困ったとこう思っていた浦島太郎はそうだと思って玉手箱を開けるんですね。するとその玉手箱からボーッと煙が出てその煙とともに浦島太郎が全もう全ての髪の毛が真っ白になってものすごく年を取ったおじいさんになってしまったという。 まそういう話が浦島太郎という話です一般的には浦島太郎は生き物に優しい亀を助けたいい人ですから竜宮城でいい思いをしたんだよと良い結果が返ってきたんだよと良いことをすれば良い結果が返ってくる全員善,善か自因自かこんな浦島のような優しい人になりなさいと子供に教える話ですしかし大きな疑問が残ります ならばなぜ最後浦島は寂しい悲しい結末になってしまったのかここで気をつけなければならないのは浦島は確かに亀を助けたんですが亀を助けたときに浦島はそれまで何をやっていたのかという点なんですね浦島がしていたのは釣竿を背負って浜辺を歩いていた その釣竿は何をする道具かと言いますと、魚を釣る道具です。つまり、浦島太郎は、亀を一匹助ける前に、多くの魚の命を奪って、それを売って生活をしていたんですね。仏教では、生き物を殺すということは、大変な罪だと言われています。魚だろうが、動物だろうが、 これは人間を殺すのと同じようにどんな命の値も同じなのだよと殺すということは大変な悪い結果を受けるんだよと説かれていますそう考えますと浦島太郎は亀を一匹助ける前にものすごい数の生き物を殺していたということですね竜宮城の者たちからすれば海の底の者たちからすれば浦島太郎は大変な悪いものなんです 自分の仲間、自分の家族を殺した大変な悪いものなんですね。カメを1匹助けたことは良いことなんですけどそれ以外に大変な悪いことを行っていたとしかし考えてみてください。では私たちは浦島太郎を悪い人だなと言えるか。人間とししててて生きていく以上どうしても、 生き物の命を殺さなければ生きていけないという、そういう罪を抱えてはいないでしょうか。動物の肉を食べるというのは、動物を殺して食べているのですから、それは生き物を殺しています。あるいは、蚊とかハエとか、そういう虫を殺して何とか安全を保とうと、こうするのも実は生き物を殺しているんですね。 畑の野菜を取るために虫を殺すということもやってしまっています。振り返ってみますと、私たちは生き物の命を大変多く奪って、何とか命を生きながらえているのです。人間は生き物を殺すという悪い行いをしなければ生きていくことができない。もし生き物を絶対に殺さないようにと努力したならば、 一日とて生きてはいけないような深い恐ろしい罪を抱えているんだよと、まあ、このことをこの「浦島太郎でで教えられているんですね悪い行いをすれば必ず悪い結果が返ってくる」。良いことをしたから良い結果が返ってきた一方で悪いことをすれば悪い結果が返ってくるということも認めなければならないのです。そして同時に私たちはあっ といいう間に一生が過ぎていくのですそのことをこの浦島太郎の中で玉手羽をこう開けて自分が白髪の老人になってしまった人生というのは実に儚いもので一瞬のうちに過ぎてしまうものなのだよということも同時に教えられているのです。まあ、子ども向けに話されているのがこの浦島太郎ですが実は大変奥が深い話なんですね。 日本の昔話に下切りスズメという話があります。まあ、関心がある人は一度 YouTube で見てもらったらいいですけれども、下切りスズメ、まあ、舌を切られたスズメというまあ、鳥の一種ですね。あるところにおじいさんとおばあさんが暮らしていまして、大変人の良い優しいおじいさんがあるとき、仕事に山に出かけて行ったときに、まあ、傷を負っているスズメがいました。 かわいそうだなと思ったおじいさんはこのスズメを手厚く看病してやろうと家に連れて帰ってきたんですねところがおじいさんと一緒に暮らしているおばあさんは大変意地の悪いおばあさんでそんなスズメにやる飯はないとなんてめんどくさいことをおじいさんは引き受けてきたんだとこうブツ,ブツ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 と文句を言いますおじいさんはそれでも おばあさんの文句を聞こえないふりをしていたのか大事に大事に優しく優しく可愛がって傷をいたわってやるんですねある時おじいさんがまた仕事に出かけるのでそのスズメの世話をおばあさんに頼みましたおばあさんはいやいや誰がそんな面倒を見るもんかとこういう気持ちでいたのですがそのおばあさん、えー、洗濯をして 洗濯物をピーンと伸ばすために、まあ、海苔を使うんです、ね、海苔というのはその米を、あのー、細かく砕いて水と合わせてネバネバにして、えー、それで、まああのー、布をピーンと貼るんですけれどもその海苔はお米でできてますので、えー、鳥にとっては美味しいしんですねそれでスズメがもうあまりのお腹が空いていたことでおばあさんが食事をくれませんので。 お腹が空いてその海苔をちょっとと思って食べ始めたら美味しくて美味しくて気づいたらたくさん食べてしまってたそこをおばあさんが見つけてしまったんですねそれでこのスズメめとこう思ったおばあさんもう二度とこの米をこの海苔を食べられないようにしてやるということでハサミでスズメの舌を切ってしまいましたかわいそうに大変痛い思いをしたスズメは もうそこから逃げてていっっしまったんです。そんなことを知らずにおじいさんが帰ってきますと家に大事に看病してやっていたスズメがいませんのでおばあさんにその訳を聞いたところカクカクしかじかで「こういうことがあったのでスズメの舌を切ってやったんだ」とおばあさんが言います。さあ大大変。どこへスズメが行っってしまったのか。大丈夫だろうか 心配に思ったおじいさんは夜も遅く暗くく暗なっているののに、にに一生懸命山にそのスズメを探しに行くんです。ようやくそのスズメに会えたところでスズメは今までおじいさんから優しく優しくしていただいたということもあって実はそのスズメのふるさとに帰っていたんですがおじいさんに大変なお礼の食事を準備したりいろいろと楽しい思いであの感謝の気持ちを示すんですね。 えー、おじいさんはそこに長くいたんですけれどもさすがにもう遅いともう帰らなければならないとこう思って最後じゃあこれでちょっと失礼して家に帰るよと、えー、スズメに言いますとスズメが最後におじいさんお土産にどうかこれをお持ち帰りくださいと2つの箱を出しました背負っていける箱を出したんですね。大きな箱と小さな箱があったんですけれども どちらでも好きな方を持ち帰りください」と言ったところがおじいさんは「もう私も年だしそんなに重いもんは持てないから小さな方をもらっていくよ」と言って小さなものを背負ってずっと家まで帰って家に帰ってからそれを開けてみたところがなんとその箱の中には金銀財宝がいっぱい詰まっていたんですね。 いやーわしは重いと思って小さい方を持ってきたけどそうかこの中には金銀財宝が入ってきたのかという話を聞いたおばあさんが「何?」と「おじいさんなんてもったいないことをしたんだと」とこう不平を言い始めました。大きい方を持って帰ってくればもっとたくさんの金銀小判が入ってきたのに何で小さい方を選んだんですか」とおじいさんを叱りつけておばあさんは「よし私が大きい方を持って帰ってくる」と。 まあ急いでそのスズメに会うなりおばあさんはいやもう他に何もいらんから大きいつづらを出せ大きい箱を出せ今すぐ持って帰るからこういうもんですからスズメはその大きい箱を出しておばあさんに持たせた。おばあさんは喜び勇んで大きい箱を背負って家に帰るんですけども途中からどん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 重くなってくる。 なななんんでこんなに重いのかなとよほど金銀が詰まっているに違いないとこう思っておばあさんは箱をそーっと開けたところが驚いたその箱から化け物が次から次へと出てきておばあさんを押そうとしたんですねあまりに驚いておばあさんはそこから一生懸命逃げて逃げて必死な思いで、まあ、命からがら死ぬかと思いながらなんとか家にたどり着いたという。 まあこういう昔話があります。これは何を表しているのか。これもお釈迦様の教え、仏教から来ている話なんですね。おじいさんは欲が少ないと、そして人に大切に優しい気持ちで接する、そういう良い心を持っている人でした。その良い心で良い行いをした結果が、あの 金銀財宝とといいう良い結果となって帰っててきた一方でおばあさんはもう悪い心ばっかり持っていたと自分の欲を満たすことしか考えていなかったと自分さえ良ければ人はどうなってもいいと私が得をするんだともうこういう醜い心でしたのでその醜い心がその箱の中の化け物となって現れたということなんです。 ですからこれも因果の通りを表し良い行いをすれば良い結果が返ってきますよ悪い行いをすれば悪い結果が返ってきますよと、えー、こ,これを子供に教える話なんですね。これが下切りです